からはファーストピッチセレモニーをお楽しみいただきます。本日はファミリーウィズタイガースデー特別イベントとしてお笑い界そして野球界の超人が登場します。まず登場するのはこの方。リリ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 ピリピリピリ。福山雅治です。福山雅治です。眠たくなってきちゃった。はぁ、いやいやということで、ピッチャーを務めるのは福山雅治さん、改めルール無用のお笑い超人ハリウッドザコシショウさんです。いやいや、阪神タイガース、いやハリウッドザコシショウさん、今のお気持ちいかがですか？もう最高ですわ。お、憧れのファーストピッチね、はい、最高ですわ。いや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 ということで、最高や。試合十分ですね。気合入ってるやん。シュシュッと言ってる。シュー。ノリノリのザコシさんなんですけれども、はい、対するバッターは、バッターを務めるのは昨年引退し現在は阪神タイガースのスペシャルアドバイザーを務める野球界の超人糸井嘉男さんです。ハリウッドザコシショウさんと、ね、同じメガネをかけて登場していただいております。似合ってるやん。ええやん、ええやん。糸井さん、今の心境を教えてください。ね、久々にグラウンド立たせていただいて、はい、感謝しています。ザコシショウ、ええやん、嬉しそうやな。糸井、嬉しそうやな。嬉しそうですね。お、久しぶりのグラウンド、久しぶりの嬉しそうやな。はい、ありがとうございます。ザコシショウさん、糸井さんとお会いするの初めて。初めて、初めて。糸井さんの誇張のものまでってできますか？あ、できます、できます。できるんですか？え、まず、普通の糸井が、はい、あ、どうもどうも、糸井です、お願いします。あー、ですけども、誇張してた糸井が、あー、どうも、宇宙人ですよでした。絶対僕のこと知らないでしょ。絶対見たことないでしょ。伊藤さん、似てます？全く似てないです。本人から購入をもらえませんでした。あ、本日は野球界の超人 VS ルール無用のお笑い超人ということで、はい、お二人で誇張しすぎたファーストピッチセレモニーを行ってもらいます。おー、ええやん、やりますわ。それでは、お二人ともポジションについてください。はい、はい、お願いします。さあ、今ポジションにお二人が向かっております。あったりね、ハリウッドザコシショウさんがピッチャー、糸井さんがバッターボックスに立ちます。それではお二人よろしくお願いいたします。まず普通のファーストピッチはこちらです。エアー、エアー、エアー。でもこれがザコシさん、普通のファーストピッチ、こちらが普通です。はい、ではボールが返ってきました。次は誇張していた
とファーストピッチャーはこちらですね。お、タイガース先に、タイガーマスクのタイガースステップが始まりました。ズボンが、ズボンが、タイガースステップ、いつ投げるんでしょうか、これ。糸井さん、どういう心境で聞いてるんや。まだ投げない。あ、投げた。見逃した、見逃した、ボール、ボール、ボール。糸井さん、さすがの新スリーが。もう一球いきますか。もう一球。いや、糸井さん、このタイガーステップ投法見破りました。タイガーステップを続ける。はい、甲子園のマウンドいかがでしたか。いや、もうこんな体験ね、ほんとできないんで、はい、ほんと感無量です。ほんと感無量、ありがとうございます。ヒューさあ、糸井さんはいかがでしたか。いやね、久々に立ててよかったですし、はい、誇張が見えて楽しかったです。ありがとうございます。はい、タイガーステップ投法どうでしたか。はい、タイガーステップ投法どうでしたか。あれは試合で使いますね。大暴行です、ね、ありがとうございます。はい、はい、お二人ともありがとうございました。この後、糸井さんには出張川藤部屋にて川藤さんと試合の見どころについて解説をしていただきます、はい、そしてハリウッドザコシショウさんには3回裏のイニング間にトラッキーとバトルをしていただきます、はい、ハリウッドザコシショウさん、最後に選手、ファンに熱いエールをお願いします。阪神タイガース最高やん、エアカスやん、エアありがとうございました。以上、誇張しすぎたファーストピッチセレモニーでした。